小田美紀夫3月30日から1998年12月2日は日本の陸上選手、指導者。広島県秋郡海田町出身。1928年アムステルダムオリンピック3段、飛べ金メダリスト。日本人初のオリンピック金メダリストであり、アジア人としても個人初のオリンピック金メダリストでもある。小田の金メダルにより、日本陸上は一躍世界の 第一戦に踊り出たと言われる。当時英語で、ホップステップジャンプと呼ばれた、競技名を三段飛べと訳した。早稲田大学時代に競技会のプログラムを作る際、長すぎるので、小田が三段飛べと訳した。三段飛べでは、小田、南部忠平、田島直人と三大会連続で、金メダルを獲得したことから当時日本のお家芸とも、言われた。なお、 南部と小田は修生の友人であり、田島は小田の影響で三段飛べを始めた関係でもある。陸上の神様、あるいは日本陸上界の父と呼ばれ、戦後日本全国で陸上競技を指導普及したいわば育ての親のような存在である。国際オリンピック委員会オリンピック功労賞受賞、文化功労者、広島県名誉県民、秋群海田町名誉町民、 東京都名誉都民、渋谷区名誉区民。最終学歴は、早稲田大学小学部卒業。朝日新聞社に入社し最終的には朝日、新聞運動部部長、後、早稲田大学教授を務めた。実刑は、元中国電力筆頭理事で、小水力発電メーカーを立ち上げた、実業家の小田志郎。妻は、貴族院議員、中村淳九郎の参女。 実業家で第七代住友財閥総理事の古田俊之助は義兄。妻のおばは天文学者寺尾久の先妻。長男の正夫と次男の和夫は共に父、三清関連の著書で名を連ね関連イベントに登場する。正夫は日読教会理事を務めドイツ関連の書籍をいくつか出している。一方で二人は上皇、秋人の学友として知られ、 上皇后美智子とをつないだ関係者でもある。海田町と近隣の町の空撮。写真中央を横断する川が瀬野川であり、織田の若年期における総幅跳びの練習場だった。写真中央やや右下が海田市駅であり、稲荷町は駅と左下側の山に挟まれた区域にあたる。駅から左斜め上、川を渡ってすぐの高地が 海田小学校であるが小田が通っていた時代と場所は違う。現在の広島国体児高校。被爆により全開した歴史を持つが、現在も小田が通っていた当時と同じ場所に位置する。1905年、広島県秋群海田市長に生まれた。海田人上小学校へ入学、在学中に海田市長と隣の広島市。 船越村の尋常小学校3校の合併で、津見浦尋常高等小学校が出来同校を卒業する。なお、津見浦尋常校賞の更新は、広島市立船越小学校であるが、この経緯から、小田の出身校は、海田小で統一されている。尋常小学校時代に、秋群の体育大会での200メートル走で優勝している。 怒った顔を見たことがないと言われるほど温厚な人物だったが、小学校時代から人一倍負けず嫌いだった。1918年、広島市中心部にある広島県立広島中学校へ入学、同年一年時に校内の8マイルマラソンで優勝している。ただ、当時同校には陸上競技部は存在しておらず、足に自信があった小田は、 西日本で一番強かったサッカー部へ入部する。第四大日本サッカー協会会長の野津健也、広島カープの設立で知られる谷川昇は、サッカー部の6年先輩、サッカー日本代表選手の深山静は5年先輩に当たる。利き足は左だったが両足でボールを蹴ることができ、入部当初は試合に出られなかったが3年生から、フルバックや、 左ウィングなど様々なポジションで試合に出られるようになる。後の陸上跳躍競技でも、小田はこの左足を使うことになっていった。1920年、広島一中3年時に、アントワープ五輪陸上十種競技代表の野口源三郎が、広島で講習会を開くこととなり、参加することになった。この時に、小田は、総高飛びで、 自分の身長より高く飛んでみせ、それを見た野口から褒められたことが陸上へ進むきっかけとなった。野口の指導を受けた5日間を記したノートは、原点ノートと呼ばれ、海田町ふるさと館に展示されている。1921年広島市中4年時、とホブができたことから、サッカー部を辞めとホブへ入部した。当時は競合だったサッカー部がグラウンドを占拠したことから隅で練習を積み、 またと歩部には指導者がいなかったため本屋を歩き回り、独学で練習した。総幅飛びの空中での動作がうまくいかず、自宅近くを流れる瀬野川に向かって飛び、足の振り方を練習した。この年、上海で開かれた第5回極東選手権、競技大会で、日本の総高飛び陣は惨敗した。小田は、自分の力なら十分入賞できることを知って、残念があった。 織田の記録は地方にうずもれたままだった。上海からの木と広島に立ち寄った極東大会のサッカー代表の中に十種競技をやっていた佐々木一志がいた。指導を受けた織田は何をやっても佐々木をしのぎ、総高飛びでは日本記録を軽く超えた。びっくりした佐々木が惜しいことをしたと雑誌、運動会に織田を紹介した。1922年。 広島一中5年の時、9月に大阪で神戸交渉主催の全国中等学校陸上競技大会が開かれることを新聞で知る。矢も立てもたまらず校長室に行き、広瀬時次校長に全国大会に参加させてくださいと直談判。広瀬から参加させてもいい。しかし、本校の方針は参加させるだけではいかん。勝つ者しか参加させない主義である。 君は勝つ自信があるのかと問われた。勝てるかどうかわかりませんと言えば、参加のチャンスは失われると考えた織田は思わず、絶対に全国制覇する自信がありますと答えた。広瀬は、そんなに自信があるなら行け。一死にかじりついても勝ってこいと激励し、ところで遠征する金はあるのかと聞いた。ありませんと答えると、広瀬はポケットから70円を出し、 これで頑張ってこいとお金を手渡した。広島市中はサッカー部の前世時代で陸上部は創部2年目で日陰の存在、部費は30円だった。70円は大金で小田は感激のあまり体が震えた。早速十数人の部員を集めてどうしても加藤と誓い合った。夏休みの40日間暑い広島の夏にサッカー部が 朝夕の涼しい時間を練習時間に充てられ、陸上部が割り当てられたのは午後1時から3時まで。部員は日射病で次々に倒れ最後までやり抜いたのは、小田と一年先輩の沖田義雄の二人だけ。小田はもともとジャンプが専門だったが部員がいなくなったため、あらゆる種目に取り組んだ。こうして、広島一中は全国中等学校陸上競技大会に小田と沖田に、 菅田武氏を加え、たった3人で初参加し、初優勝を果たし、小田自身も総高飛びと総幅飛びで優勝した。小田と沖田は中国地方の大会ではほぼ2人だけで全競技勝利しており、後、広島市中の総壁と謳われる。1ヶ月後の11月、17歳の時に広島講師で行われた第6回極東選手権。 競技大会一時予選会において、総高飛び1メートル73、総幅飛び6平方メートル9の日本新記録を、樹立、三段飛びは13メートル38で、日本記録にあと7センチメートル届かなかった。灼熱の猛練習が名選手への道を開いた。百二十三年、家庭の経済的理由から授業料のいらない、広島高市学校臨時教員養成所へ、 進学する。なお、沖田はこの年に進学しており、二人とも1922年度、つまり、同年度に、広島一中卒業ということになる。同年、第6回極東選手権に、日本代表として初選出。うち広島出身者は、小田と沖田、浅岡忍ら5選手だった。初の国際競技会出場だった小田は、総幅飛び、三段飛べで優勝。 当時の毎日新聞は、日本一のジャンパー、跳躍の記載、ジャンプのキリンジと歌った。日本体育協会は、この大会の偉大なる収穫は、日本の陸上及び水泳競技において、ようやく世界的レベルに至った一時と、陸上の小田見木を、水泳の高石勝男と、天才的少年が活躍したことであると評した。1924年広島公司林協2年次。 パリオリンピックに出場。五輪日本選手団は陸上、水泳、テニスレスリングの全28人で、小田は跳躍では唯一の日本代表だった。当時の日本陸上は世界の情勢にほど遠く、オリンピック村で他国のチーム関係者に話を聞いて驚くような状況だった。小田は総高飛びでは予選落ちするも、 三段飛べで14立方メートルを叩き出し、日本陸上初の入賞を果たした。南部忠平尾だが、金メダルを獲得したアムステルダムオリンピスフスタディオン1925年、奨学金を得て第一は稲田高等学院へ進学、早稲田大学競争部に所属する。同郷で後に、日本レスリング界の父と呼ばれる、八田一郎は、 同学校の一学年下、同じく同郷で後に、日本水泳連盟会長となる、藤田明も後輩にあたる。競争部には、広島市中の先輩で親友であった、沖田、そして南部忠平がおり、特に南部とは、以降74年に及ぶ修正の親友となり、兄弟よりも仲がいいと言われお互い切磋琢磨し、大きな業績を残した。 五輪に日本代表として出た経験を持つ小田だったが、競争部では1年から雑用をやったことを改装している。在学中、総幅跳び及び三段跳べで日本記録を更新しただけでなく、第7回極東選手権競技大会予選会では十種競技で、第13回日本陸上競技選手権大会では400メートル、リレーで日本新を記録している。1928年、 沖田の後を追う形で、早稲田大学小学部に進学する。引き続き総大競争部に在籍、沖田、南部ラと競争部黄金期の立役者となり、早稲田スポーツの先駆者となった。自身の活躍とともに、陸上のコーチはいない時代のため、中島伊太郎や小田を慕立って入部してきた、西田周平ら後輩を指導した。当時総大競争部部長であり、同年に発足した。 日本学生陸上競技連合初代会長で、あとに1940年幻の東京オリンピック招致に動いた山本忠興は、小田を通じて陸上競技の知識を習得した。同1928年、アムステルダムオリンピックに出場、五輪日本選手団には、総大競争部から小田のほか、沖田、南部、大沢、山口、住吉工作、木村和夫、 犬沼誠七が選ばれていた。7月28日に行われた、総高飛びでは1メートル88で8位に終わる。8月2日、3段飛べが行われ、予選で15メートル21を記録し、トップで決勝へ進み、結局この記録が残り日本人初の金メダルを獲得する。この表彰式で有名な出来事があり、詳細は、下記逸話3章。なお、 この五輪での金メダルは、小田と競泳男子200メートル平泳ぎの鶴田、義幸の二人だけであり、小田のメダル獲得の6日後に鶴田が獲得している。この時の祝勝会は、国や早稲田大からは開いてもらえず、故郷の海田市長が祝ってくれたと回想している。1929年、総大競争部首相となる、以降も一戦級の陸上競技者として活躍した。 1931年、大学を卒業し朝日新聞社に入社し、大阪朝日新聞社運動部に所属した。同年第1回一般隊、学生陸上競技大会にて、当時の三段飛べの世界記録を樹立した。なお、小田はいくつも日本記録を更新しているが、世界記録を更新したのは、この記録のみで、この記録も後に南部が更新することになる。また、 同大会では、南部も、総幅飛びで、世界記録を更新している。1932年3月、台湾での指導中に足を負傷してしまい、これが、小田の選手寿命を縮める結果となった。同1932年、ロサンゼルスオリンピックが開幕、小田は、五輪日本選手団の騎士を務め、陸上競技日本代表のコーチ、首相、選手として出場したものの、 選手として出場した三段飛べでは、記録が振るわなかった。ただ三段飛べでは、南部が15メートル72の世界新記録を、樹立資金メダルを大島健吉が銅メダルを獲得している。五輪が終わった、同1932年11月、山本忠興を売借人として結婚した。以降、怪我もあり、陸上の第一線から退き、 1934年第34回日本陸上競技選手権大会での総高飛び1メートル85を飛んで2位に入ったことが記録として最後のものとなった。その後も小田は陸上競技指導者として活躍した。当時は指導者はおらず陸上コーチは小田が中心になって始めた。現役時代の戦前から一戦を退いた戦後にかけて主に朝日新聞。 毎日新聞主催で、南部らと県庁所在地で行かないところはないというくらい、陸上の指導に全国を巡回した。この間、戦争へ向かって進む中で、スポーツ界に暗い影を落とす。その一つが、1938年東京五輪、開催権返上であった。小田は、コーチとして指導する中で、アメリカに五輪の跳躍競技で勝てると確信していたが、 準備委員会は機能しておらず、東京の競技場の建設も止まり、国中が開催する雰囲気ではなかった、と回想している。さらに、太平洋戦争では選手たちが死亡している。終戦4ヶ月後にあたる1945年12月9日、小田の提案で、東京大学競技場にて、競技会が開かれ陸上競技愛好家が、全国から集い小田も、総高飛びに出場した。 同日、平沼良造を会長として、日本陸上競技連盟新組織発足、小田は、保府強化担当ヘッドコーチに就任する。つまりこの日が、日本陸上回復活の日となった。1948年朝日グラフ掲載の小田1956年毎日、グラフ掲載の小田戦後も、小田は世界を相手に戦える人材の育成に、奔走した。 1948年、日本オリンピック委員会委員に就任。同年に行われたロンドンオリンピックには日本はまだ参加が許されず、また、日本人の海外渡航も未だ、ほとんど許されない時代、同郷の松本滝蔵らの支援を受け、この都市強化の見識を広めるため単身5ヶ月に、渡り欧米協議会を視察した。1949年、 戦後スポーツ最初の国際試合となった全米水泳選手権に古橋弘之進頼一行と渡米しアメリカのスポーツ界を見学そこで今後はスピード時代であると痛感し陸上界に進言しまた小田の大学の後輩でもあるアマチュアレスリングの八田一郎にも進言すると八田は翌1950年にアメリカレスリングチームを日本に招いた それまで力一辺倒の日本レスリングに、アメリカから学んだ技が加わり、日本レスリングは急激な進歩を遂げた。同1949年、米国体育協会のダニエル・ J ・フェリス事務局長、GHQ 民間情報教育局のウィリアム・ニューフェルド体育館に交渉して、米国陸上代表と一緒に、欧州遠征に向かい、欧州の新しい技術や、 世界の新しい情勢を吸収する。招かれたスペインでは、織田は、ルイス・フェリッペ・アレタに、超役技を指導した。後にアレタは、東京オリンピック総幅飛びで、スペイン陸上史上初の入賞を果たしたことから、スペインチーム団長だったフアン・アントニオ・サマ・ランチは、織田の自宅にお礼に来たという。これらの渡航資金は、カリフォルニアのフレッド・イ・サムワダやハイのヨネタニ・カズミなど、 アメリカ在住の日系人たちの支援によるものである。和田には後にその金を返そうとすると、第二の故郷である和歌山の学校に寄付してほしいと言い、決してお金を受け取らなかった。第442連隊戦闘団出身で、敗者だった米谷には、小田がロンドン五輪視察前に立ち寄ったハワイで、みすぼらしいスーツを着ていたため、スーツと帽子を新調してもらっている。 欧州遠征する選手全員のスーツをプレゼントしたのもヨネタニである。1950年国際陸上競技連盟への復帰が許され IOC でオリンピックへの参加が許可されるとオダヘッドコーチが適時コーチを選出する形でオリンピックだけを目指す強化体制が取られた。男女別に正月返上の強化合宿を行う。 1951年戦後初の海外遠征となったニューデリーアジア競技大会から1952年ヘルシンキオリンピック1954年マニラアジア競技大会まで連続陸上競技日本代表監督を務める。また1951年7月14年ぶりに復活させた日米対抗戦を全国12カ所で18日間開催。この競技会は 戦後の強化に大いに貢献して、数十年の遅れを一年で回復したと言われる。1958年、国立霞ヶ丘陸上競技場が会場、小田ポールが建てられた。同年開催の東京アジア競技大会が、コケラ落としとなり、小田は聖火ランナーの最終奏者を務め、聖火台に転化した。東京五輪開会式1959年、 西田周平に代わりホフ協会委員長に就任し、東京オリンピックまでの5年間の強化を一任された。1960年ローマオリンピックでは入賞者例と惨憺たる成績で、小田は中大連、交大連、学連、実業団という一貫したレールの上での強化を考え、協会委員会、指導委員会、研究委員会の3つの委員会が協力して、 強化に当たるという構想を発表する。オリンピック東京大会選手強化指導本部を設置し、本部長を兼任して、組織を統合した。強化指導本部は4年間で成功を収めるため、世界の優秀なコーチや研究者を招き、科学的な強化法に役立つ理論と実践を学ぶ。また専任コーチの設置、トレーニングセンターの建設などの強化方針を決めた。 特に世界的なコーチと言われたアーサー・リディアードのマラソントレーニング方式は高橋進や中村清らに大きな影響を与え、後の日本マラソン界の繁栄に寄与した。陸上界から完全に引退していた同郷の小垣、け、テルジをホフ強化コーチとして復帰させたり、棒高飛び、森田久雄のために最先端の特注品ポールを逸話直前に渡米し作らせるなど、ギリギリまで。 陸上強化に尽力した。また陸上競技メダル獲得のため、当時身体能力に優れていた、プロ野球入団前の野球選手に声をかけていた。その中で有名なのが、近藤博士である。小田は、なんとか、こいつを、東京五輪に出せないものか。デリバ金メダルは、確実、400メートルハードルの選手に転向してほしい、と要請をした。 具体的な競技種目まで話が進んだのは今度のみである。また長島修雄は、君のスピードなら陸上の中距離に転向すれば、メダルも夢ではないと声をかけられたと証言している。実際、小田は1953年 KR テレビ、日本の100人に出演した際に、長島修雄のような素質の人が欲しいとコメントを残している。1964年、 東京オリンピックでは、小田は陸上競技日本代表総監督として指揮を終始、南部が陸上競技監督として活躍した。津村屋光吉をマラソンに転向させ、小田の狙い通り、ぶらや、君原健二、寺沢徹の3名をマラソン代表に選出、ぶらやが銅メダルを獲得した。1965年に母校である、早稲田大学教授に就任し、また、 IAF 技術委員などを務め長く更新を指導選手育成に尽力した国際陸連の技術委員を長く務めた小田の理論家としての名声は海外でも高く東京渋谷の自宅に教えを恋に来る人は日本人より外国人の方が多かった1980年モスクワオリンピックボイコット騒動の時には当初から反対つまり 五輪参加に向けて動いていた。同1980年、小田を会長に日本マスターズ陸上競技連合が創立。1989年、保府名誉会長に就任し死去するまで務めた。小田は晩年、色紙にはこの言葉を好んで書いた。強いものは、美しい統計寺にある小田三清の墓。隣に銅像が併設されている。また、 小田は1986年4月には以下のものを残している。陸上競技君1、陸上競技は楽しく1、美しい動きを作れ1、身体の動きが技術1、練習で自信を作る1、笑えば緊張が解ける1、力だけでは勝てない1、走るには足を前へ1、飛ぶには前足で1、投げるには回転の速さで1、速さは低い姿勢から立つ小田は、 晩年を塞いで、神奈川県三浦市やブラに暮らしていたが、妻の死を機に、藤沢市久毛沼の有料老人ホームに入居した。1998年12月2日、小田は、湘南鎌倉総合病院にて、その生涯を閉じた。93歳ボー同1998年12月25日、国立競技場で、小田のお別れ会が開かれた。墓所は、 鎌倉東慶寺にある。1959年に四重法賞を受賞している。1976年 IOC オリンピック功労賞を授与。1988年陸上開発の文化、功労者に選出。1984年渋谷区名誉区民。1985年東京都名誉都民。1986年故郷の。 秋群海多町名誉町民。1989年。広島県名誉県民に検証。国立霞ヶ丘陸上競技場内部。手前に見える白いポールが小田ポールである。広島広域公園陸上競技場。左端に見える白いポールが小田ポールである。小田の名前を冠したものがいくつか存在する。東京にあるものは以下のもの。 地元広島県にもいくつかある。小田は広島のスポーツ界が生んだ名選手の筆頭に挙げられる人である。特に小田の故郷の海田町では地元が生んだヒーローとして扱われ、生き様を学校の教材として用いたりしている。2010年4月、IAF はアジア人として個人初の五輪金メダルを獲得した小田の異名を称え、 織田の長文のインタビュー記事を公式ホームページに掲載した。これは中条和夫が織田の晩年である1996年から1997年にかけてインタビューしたものを息子である織田正夫たちが主要な部分を抜き出し英文に訳した冊子が元になっている。アムステルダム五輪表彰式織田は1928年の アムステルダムオリンピックで金メダルを獲得したが、当時日本は国力がなく、他国のインチキ臭い記録に文句をつけても何も通らない時代。アムステルダムのデパートにも他国の旗はあっても日の丸は置かれておらず、日本人の優勝はまさに想定外だった。君がよはサザレイシのと途中から流された。慶應用の日照記さえなく、係員がうろうろしているのを見て、よし。 北と織田自ら持参した勝者の体を包むための大型の旗を持ち、国旗形容台の上に駆け上がった。日本語でこれをあげろと言ったが、向こうは何のことかわからず、目を白黒させながら旗を受け取って、それを形容した。その結果、織田の日照旗だけが他の旗と比べてずぬけて大きいというアンバランスな形になり、写真にも残されている。当時は、 表彰台は用意されておらず、国旗を形容する形式でのみの表彰式となっていた。織田が渡した旗は、カナダチームが100メートルで優勝した選手を旗に、くるんで皆で担いで場内を一周するのを前に見ていたので、織田が勝ったら、南部忠平と体をくるむために事前に用意していたものだった。また、メダルは銀大金張りメダルと規定されているはずだが、 織田のメダルは銅で作られており、同じ大会で金メダルを獲得した鶴田義幸は銀で作られていて規定が必ずしも守られていなかった不死が見受けられる。みんなに担がれて控室に行くと当時、オランダ講師だった広田幸樹が来て全員で君が世を泣きながら歌った。ダグラス・マッカーサーとの出会い連合国軍最高司令官総司令部最高司令官の ダグラス・マッカーサーとは戦前に一度会っている。これは1924年パリ五輪の時にアメリカやり投げ代表ウィリアム・ニューフェルドと知り合い、その次の1928年アムステルダム五輪で再会した際に当時五輪アメリカ選手団団長を務めていたマッカーサーを紹介してもらったもの。小田は終戦時にマッカーサーがアメリカの将軍であったことに驚いたという。 なお、ニューフェルドも、上期戦後復興の通り戦後、深夜イータイ育担当官として来日しており、戦後の日本スポーツ界再建に貢献している。東京五輪聖火リレー最終ランナー国立競技場、聖火台東京五輪開会式での聖火リレー最終ランナーは、当時19歳で、広島原爆投下の日である1945年8月6日に、生まれた。 酒井義則になったが、はじめは、小田らメダリストが候補だった。しかし小田は、ぜひ戦後生まれの若いランナーにと提言した。このことから酒井を選んだことは小田など、JOC 関係者が政治的意図を持って人選したとも言われるが、小田と同じく、広島県出身で当時朝日新聞運動部に席を置いた中条和夫は、ことを唱えている。当時決定権を持っていたのは、 青木判事、ホフ理事長、武田恒義 JOC 委員長、久富達夫 JOC 相談役の三人であり、青木が若手の有望株の中から無作為に、堺を選び、元皇族の武田に了承させたことにより、政府も了承した、つまり選定の段階から、広島原爆を全く意識していなかったものであり、小田は、選定に絡んでいなかった、と証言している。新聞記者小田は、 大阪朝日の新聞記者として働いたが、小田の影響で新聞記者となったものが存在する。例えば、川本信正は小田の推薦で読売新聞に入社し、矢田君みは小田が進路相談し大阪朝日に入社している。以下、早稲田大学競争部が取りまとめた世界及び日本記録を中心に記載する。 1940年代、1950年代、1960年代、1970年代、1980年代、1990年代、以降、1940年代、1950年代、1960年代、1970年代、1980年代、1990年代。ありがとうございます。